中国共産党の関西メディアが海外でどのように活動しているのかについて、元関係者が暴露しました。彼は中共の関西メディアの記者が近づいてきた場合、そのものはスパイである可能性があると警告しています。また過去に中共の情報機関の職員にプレスパスを発行したことがあると語っています。手以外者は、 以前中国共産党の機関紙である人民日報の主席記者として勤務したことがあります。鄭氏は中国国外で勤務する中共の関西メディアの海外特派員のうち相当数が中共のためにスパイ活動を行っていると明らかにしました。 海外に派遣される記者は、新華社通信や人民日報などの関西メディアの記者の場合、彼らの仕事の大部分は、中共のために情報活動を行うことです。亭主は、陶器官士、海南日報の元編集長でもあります。亭主は、関西メディアの記者には、中共の情報部門から転身してきたものが多いと言います。 中共の諜報員は人民日報や新華社の記者として大量に派遣され国外で活動しています。もし人民日報や新華社の記者があなたに近づいてきたらそのものが諜報員ではないか疑わなければなりません。だから中国メディア、党の支配下にあるメディアは純粋なメディアではないのです。帝氏は自身が実際に体験したことでこのことを証言しました。 帝氏が海南日報の編集長として勤務していたとき、海南省の共産党委員会から、北京の公安部門と安全部門の関係者らに、プレスパスをそれぞれ10枚ずつ発行するよう頼まれました。ただし、何に使うかについては聞いてはならないと釘を刺されました。宗教の完成メディアの記者は、情報収集のほかに、共産主義や社会主義を広めるのも職務の一つです。 彼らのもう一つの職務は中国共産党の理念を海外特にアメリカで広めることです中共の理念とは共産主義の理念であり社会主義の理念なのです中共のこの対外プロパガンダはアメリカでは根絶できないほど際立っています中央電子代 CCTV は首都ワシントン DC にオフィスを有しアメリカ内で番組を制作放送しケーブルテレビでも放送しています 定氏は3つのメディアを除いて、アメリカ内のほぼ全ての中国語メディアが中共に買収されていると述べています。さらには、アメリカの主要メディアも、そのほとんどが中共に浸透されている可能性があると指摘しています。アメリカにおける中国語メディアのうち、大紀源、浸透人、希望の声などを除いては、中共に買収、浸透されていないメディアは、ほとんどありません。 アメリカの主流メディアの多くも中共のことを良いように報じています。独立性、独立した報道、独立した思考を維持できるジャーナリストはほとんどいません。中共の完成メディアのアメリカでのプロパガンダ活動の規模は人々の想像をはるかに超えるものです。アメリカに拠点を置く政治献金やロビー活動資金を監視する超党派の非営利団体、 センターフォーレスポンシブポリティクスの報告によると、新華社通信のアメリカでの対外ロビー活動費だけでも、2016年から500%以上急増し、2020年の時点で6400万ドルに達しているといいます。また、よりあからさまなプロパガンダ活動の一つが、新華社がニューヨークのタイムズスクエアにリースしている広告です。5月5日、 外国代理人登録法に基づき、新華社はアメリカ司法省に外国代理人の登録を行いました。NTD ジャパンがお伝えしました。